お次はロシェルカップさん、よろしいでしょうか。ロシェルカップさんは現在23万人を集めているオンライン署名発起人で、ありましたね、経営コンサルタントをされています。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。皆さん集めてくださって本当にどうもありがとうございます。2022年2月神宮外苑が再開発され、1000本の樹木が伐採されるということを聞いた時には本当に寝耳に水のようなことで、それに関してぜひ声を上げたいと思ってて、その後はたくさんの方から応援をいただいて、いろんなグループ、いろんな個人、いろんな有名人、いろんな組織などが声を上げてくださっていることは非常にありがたいことで、まずは皆さんに心から深く感謝したいと思います。最初は樹木伐採について非常に心配して、神宮外苑について興味を、神宮外苑の再開発について興味を持ちましたけれども、知れば知るほど樹木だけの問題じゃないということを分かりました。もちろん伐採したりされたり移植されたりする樹木もありますし、そしてお金の欲望でできるだけ多くの施設を織り込むために神宮球場がイチョウ並木のギリギリまで設置して、西側の方は専門家によって変えてしまう危険性が非常に高いというような問題もあったり、そして近隣住民 の, あ の, なあの悩んでいること、心配していること、例えばビル火事とか騒音の問題、建設期間中に避難所がないなど、いろんな問題が無視されている。そして両方の歴史的なスタジオが不必要に建て替えられて、もうよりエコに良い改修という方法は全然考慮されていない、建て替えありきの、スクラップ・エンド・ビルドのやり方の続きも非常に問題で、今の環境問題の時代には非常に逆行的なものだと思います。環境アセスメント一応実施されましたけれども、問題の多い城に基づいて行われましたし、アセスの委員の悩みは無視されてて、もう承認がご利用し強行になってしまって、それもやり方として非常に良くないと思います。そして皆さんご存知のことだと思いますが、神宮外苑再開発は秘密裏で進められて、政治家と官僚と事業者がいろいろ話し合って、市民が知るようになったのはほとんど最後の瞬間になってて、すでに計画が出来ちゃったところでしたね。そういったようなやり方が非常に良くないというのはもちろんのことですし、最近出てきたニュースとして、事業者に都庁の従業員が19人が天下りになってて、そして現在 の, 都知事がその事業者からパーティー券を買っただろうと思われる発言が先日あってて、本当にそういった都市計画のやり方でいいのかという疑問が非常に大きいですね。でありながら神宮外苑だけではなくて、日比谷公園、葛西臨海公園、そして東京および日本中にいろんなところで緑地や公園が再開発に脅かされている状況です。ですから私が思うのは、基本的には民主主義の問題だと思います。でもこの夏は民主主義に参加する非常に重要な機会が来ました。そして皆さんが市民として自分の権利および自分の責任を果たして、
もう民主主義にぜひ参加するようにお願いしたいと思います。皆さんありがとうございます。